1970年のボーラサイクロンとは、1970年11月12日に、東パキスタンのボーラ地方とインドの西ベンガル州を襲ったサイクロンである。ベンガルデルタ地帯の標高が低い島々が高潮に襲われ、これを主な原因として、最も控えめな見積もりでも20万5千人以上、最大50万人と推定される人命が失われ、サイクロンとしては、 史上最大級の犠牲者を出した。近代以降の自然災害全般の中でも最悪のものの一つである。この被害があまりに激甚であったことが直接的な契機の一つとなって、イゴパキスタンは内戦状態に陥り、翌年バングラデシュが独立した。このサイクロンは1970年の北、インド洋サイクロンとしては6番目のもので、11月7日に、 ベンガル湾中央付近で発生した後、勢力を強めつつ北上し、カテゴリー3ハリケーンに相当する勢力に達した。11月12日には、最盛期となって、風速秒速51メートルとなり、どうやに東パキスタン沿岸に上陸した。これによる高潮は、沖合の島にあった村々に対して壊滅的な被害を与えた。最大の被害を出したのはタズムティンで、 人口16万7000のうち45%以上が死亡した。東パキスタンの政治指導者と国際社会は被害発生に続く災害救助活動についてパキスタン政府が消極的であったことを激しく非難した。この結果12月の普通選挙にて野党のアワミ連盟が東パキスタンで地滑り的圧勝を収め、翌1971年には 東パキスタンと、中央政府間の戦争が激化して、ついにバングラデシュ独立戦争が勃発、同年12月には第3次インパ戦争へと拡大し、結果として新国家バングラデシュが建国された。新露図11月7日後,後にベンガル湾南部に熱帯低気圧が発生した。この低気圧はゆっくり北上するにつれて発達し、 インド気象庁は翌日これをサイクロンに格上げした。サイクロンはベンガル湾中央を北上しながら11月12日には北東に変身し始めた。明瞭な目が形成され、その日のうちに最盛期となり、最低中心気圧966ミリバール、最大風速秒速51メートルに達した。これはサファシンプソンハリケーンスケールにおけるカテゴリー3、ハリケーンに該当する。 サイクロンは11月12日夜に東パキスタン沿海部に上陸したが、これは現地の満潮時刻に近かった。上陸後は衰え始めたが、11月13日に上がるたら南南東 100km に達した時点では、依然としてサイクロンの勢力を保っていた。その後急速に衰弱し、その日の夕刻にはアッサム州南部で弱い熱帯低気圧となった。 インド政府はベンガル湾の多数の船舶からサイクロンに関する気象情報を受信したが、インパ関係が害して険悪だったため、パキスタン政府がこの情報を受け取ったかどうかは明らかでない。現地住民の多くは無防備に嵐に襲われたとされる。東パキスタンに存在した気象警報システムは適切に運用されていなかった形跡があり、 これが何万もの人命喪失につながった可能性がある。パキスタンの気象庁は11月12日に被災が予期される、宴会部に危険への備えを求める報告を出した。サイクロンが宴会部に接近するにあたり、パキスタンのラジオで重大危険信号が放送された。生存者が後に述べたところによると、ラジオではサイクロンの襲来は伝えられたが、 高潮に関する警告はなく、住民も意識しなかったという。推定では、該当地域住民の90%がサイクロン接近を認識していたが、避難施設に退避したのはわずか1%ほどに過ぎなかった。1960年10月に、東パキスタンで少なくとも1万6000人の死者を出した2つのサイクロンを受けて、パキスタン政府は将来的な災害に備える。 システム構築のため、アメリカ政府に援助を仰いだ。当時アメリカ海洋大気局管理課の国立ハリケーンセンターのディレクターだったゴードン・ダンは、詳細な研究を行って1961年には報告を提出した。しかしながら、政府はダンが推奨した対策のすべてを実行しようとはしなかった。ベンガル湾の沿海部はサイクロンに対して特に脆弱であり、 この地域で過去に10万人以上の死者を出したサイクロンは少なくとも6個ある。1970年のボーラサイクロンはこの中で決して最強の勢力ではなかった。1991年のバングラデシュサイクロンはこの地域に上陸した時点で遥かに強力であった。にもかかわらず、1970年のサイクロンは記録上史上最大の犠牲者を出したものであり、近代以降の歴史上でも 最悪の自然災害の一つである。正確な死者数はもはや知りようもないが、最悪の推計ではおよそ30万から50万人に上ると推定されている。これと比較し得る規模の犠牲者を出した災害としては1976年の東山地震、2004年のインド洋地震、2010年のハイチ地震が考えられるが、これら4つの災害の犠牲者数はいずれも、 不確実で政府筋の公式発表には疑問が持たれ大きな開きがある複数の推定値が通用している状態であり、どれが最悪のものだったかは判定できない。サイクロンはアンダマンニコバル諸島の広い範囲に雨をもたらした。11月8日と11月9日にはいくつかの地域で豪雨となった。ポートブレアでは11月8日に130ミリメートルの雨量を記録し、 島々で多数の洪水が発生した。西ベンガル州とアッサム州南部でも広範囲に洪雨があり、これらの州で家屋と農作物に被害をもたらしたが、中でも南方の地域ほど被害が大きかった。11月12日には、カルカッタからクウェートに向かっていた5500トンの貨物船、マハージェグミトラがこの暴風雨のため沈没し、乗員50名全員が死亡した。 この船は沈没前に遭難信号を送信し、ハリケーン級の風に見舞われていると報告した。サイクロンの上陸地点から 95km 東にあったジッタゴンの気象台では、2200ックに風速計が吹き飛ばされる前に風速秒速40メートルを記録した。同じ地域の港に秒泊していたある船は、この約45分後に、 最大瞬間風速秒速61メートルを記録した。このサイクロンが上陸するに従い、ベンガルデルタ地帯を高さ10メートルの高潮が見舞った。チッタゴンの港では1.2メートルの高潮に加えて、嵐により4メートルの高波が襲った。パキスタンのラジオはチッタゴン付近の13の島では、生存者は皆無であると伝えた。現地上空を飛行し観察したところでは、 ボーラ島の南半分は完全に荒れ地となり、ボーラ島、八谷島と近隣の本土沿海部の稲作地帯は根こそぎにされていた。チッタゴンの港とモングラ港では若干の船舶が損傷し、チッタゴンとコックスズバザーの空港は数時間の間1メートルの水に覆われた。被災者は360万人を超え、被害総額は8。 640万ベイドルまでの資金を受け取っているとしたが、物資が不定しているため生存者は現金をそのままかじる羽目になるのではないかと恐れた。バングラデシュの最初の国旗東パキスタン最大の政党であり、シェイク・ムジブル・ラフマン率いるアワミ連盟は政府による救援活動に対する失望を一部の要因として1970年12月に実施された。 総選挙で地滑り的圧勝を収めた。国会9議席と地方議会18議席の投票は嵐の影響で1月18日までずれ込んだ。政府による救援活動の不手際は東パキスタンの人々の憤激を招き、同地では反政府運動が活発化した。資金はなかなか交付されず、荒廃した地域に対する物資輸送は父として進まなかった。 3月には緊張が高まり武力構想を恐れた外国人が国外に脱出する事態となった。状況はそのままさらに悪化して3月にはバングラデシュ独立戦争が勃発した。この衝突は12月には第3次インパ戦争へと拡大し、結果としてバングラデシュが建国された。これは自然災害が内戦を招いた一例である。 インパ関係は害して険悪だったにもかかわらず、インドはパキスタンに対し最も早く援助を送った国の一つであり、11月末には130万ベイドル、1970年。2007年換算では690万ベイドルを送ることを約束した。パキスタン政府はインドが東パキスタンへブ士を空輸することは拒絶し、遅い陸路で運び込むよう敷いた。 インド政府はまたパキスタンは西ベンガル州の軍用機やヘリコプター、艦艇を救援活動に投入することは拒絶したと述べた。アメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンは被災者に食料その他の必要物資を送るため1、レ米ベドルの支援金を割り当て、また、米国の中パキスタン大使はパキスタンに対してあらゆる手段で東パキスタン政府を支援すると約束した。 米国政府はまた多数の毛布、テントやその他の物資を送った。ヘリコプターはネパールで現地支援に当たっていた2機と、米国本土から4機の計6機が東パキスタンに送られた。カイロではおよそ20万トンの小麦が米国から被災地へ輸送された。11月末には被災地で計38機のヘリコプターが行動していたが、うち10機は英国のものであり、 10機は米国のものだった。また、米国人は約50隻、英国人は約70隻の小型船舶を物資輸送用に提供した。ケアはパキスタン政府に物資分配を委ねることを嫌い、サイクロン襲来から1週間後に同国への物資輸送を停止した。しかしながら1月には彼らはセメントブロック製の住居2万4000個を120万ベイドルで、 建設することで合意した。米国はパキスタン政府が援助をどう使うかの意思決定に遅れを見せていることに疑問を持ったため、アメリカ合衆国議会から支出された750万米イドルの支援金を3月時点で依然交付していなかった。この資金のほとんどはサイクロンに対する避難所の建設と住宅の再建に充てるよう用途を定められていた。 アメリカのピースコープスはボランティアを送ることを申し出たが、パキスタン政府によってすげなく拒絶された。イギリス海軍の揚陸艦、イントレピッドと空母トライアンフを中心とする任務部隊は救援活動を支援するため、シンガポールを立ち、ベンガル湾に向かった。部隊は救援チームと物資に加えて発揮のヘリコプターと8隻の上陸用集艇を輸送した。 艦隊の現地到着に先行して2機のヘリコプターと50名の兵員が送り出され、災害状況の調査と救援活動に当たった。イギリス任務部隊は11月24日にパキスタン沖合に到着し、直ちに650名の兵士が上陸用集艇を用いて沖合の島々に物資を分配し始めた。 イギリスのディザスターズエマージェンシーコミッティによる訴えにより東パキスタンにおける災害救助のため150万ポンドの資金が集められた。カナダ政府は200万ドルの援助を約束した。フランスと西ドイツはヘリコプターと共に130万ドル分に相当する様々な物資を送った。教皇パウロ6世は極東訪問の際にダッカに立ち寄ると表明し、人々に サンジの犠牲者のため祈るよう促した。バチカンは後に救援用として10万ドルを寄付した。イタリアとスイスにおいては、初期の衝撃の後多くの人々はサンジへの関心を失ってしまった。ニュースレポートを見る限り、人々はサンジを遥か遠い世界での出来事とみなして、事故の責任はないものと捉えた。11月の末に、イタリア人は救援物資のため5500ドルを寄付した。 1971年の初めには、以前ソ連のヘリコプター4機が被災地で活動中であり、被害の激しかった地域に重要物資を輸送していた。ソ連の航空機はかつてベンガル人から不評を買ったことがあったが、災害直後に活動していたイギリスとアメリカのヘリコプターと入れ替わる形で活動した。シンガポール政府は軍の医療班を東パキスタンに派遣し、 これは12月1日にチッタゴンに到着した。彼らはその後サン一ウに展開して2万7000人近い人々を治療し、また天然痘ワクチンを接種する作業に当たった。この医療班は被災者に5万ドル相当の医療物資と15トンの食料を供給した後、12月22日にシンガポールに帰国した。日本の内閣は12月に、 合計165万ドルの義援金支出を決定した。それまで日本政府は救援作業にわずかな寄付しかしなかったため批判を浴びていた。中国から東パキスタンに対する最初の物資援助はこれらワクチン50万接種分を積んだ輸送機1機だったが、これは東パキスタンがもともと十分な備蓄を持っていたため不要なものだった。 中国政府はパキスタンに対し現金120万ドルを送った。モハンマドレザ・パフラビーはこの惨事はイランの惨事でもあると宣言し、サイクロン襲来から数日内に2機の輸送機で物資を送った。多くのより小さく貧しいアジアの国々が少なからぬ援助を送り届けた。国連は210万ドル相当を食料と現金で寄付し、 ユニセフは追加で100万ドルを送るべく行動を開始した。ユニセフは被災地の給水機能再建を支援し、嵐に続く数ヶ月の間に1万戦を超える移動を修理した。国連事務総長のウタントはサイクロンと8月に生じた内戦の被災者救援のため2つの救援プログラムを提唱した。彼は緊急援助に必要な目標額に920万ドルに、 開始実際に投入できたのは400万ドルに過ぎなかったと述べた。国際赤十字赤新月社連盟は被災者救援のため11月末までに350万ドルを集めた。世界銀行は被災地の再建費用を18、500万米ドルと推計し包括的な復興計画をパキスタン政府に提示した。この計画には住居や給水施設、各種インフラを 災害前の状態に再建することが含まれており、またより大規模な洪水対策や開発計画と連動するよう考慮されていた。世界銀行は東パキスタン経済を再建し、同地域に避難所を建設するために500万ベイドルを融資した。国際開発協会が復興資金を融資したのはこの時が初めてである。12月の初めには都合41の政府、 組織や民間団体から送られた援助総額は4、0ドル近くに達した。12月、国際赤十字赤新月社連盟は、今回のサイクロンと同様の災害が、他の災害に対し脆弱な国々を襲った場合に備えた緊急計画を立案した。赤十字の担当者は、東パキスタンに送られた一部の救援要員は、訓練不足だったため、 同組織は改めて専門家をリストアップするだろうと述べた。国連総会は被災国に対する救援能力を向上すべきとの提案を採択した。1966年赤新月社はベンガルデルタ地帯の住民のためサイクロン警報システムの構築を支援し始めた。十一月二十日には国連総会はパキスタン政府に対する同情を示し国連の専門組織 各国政府と非政府組織によるパキスタニへの短期的救援と長期的な復興、開発支援を決議した。これは1972年に大サイクロン準備計画へと発展し、今日ではバングラデシュ政府とバングラデシュ赤新月社によって運営されている。この計画の目的は一般市民におけるサイクロンへの危険認識を向上することと、 バングラデシュ沿海部の災害対策要員に対する訓練を提供することである。1970年のサイクロンから30年の間にバングラデシュの沿海部には200を超えるサイクロン避難所が建設された。1991年のバングラデシュサイクロンが来襲した際には大サイクロン準備計画のボランティアが上陸の2から3日前に人々に警告を発した。 35万人を超える人々が住居から避難所や、その他の石像建築物に駆け込み、その他は高台に避難した。1991年のサイクロンはそれでもなお13万8000人以上の犠牲者を出したが、これは1970年に比べればはるかに小さい数字であり、その理由の幾分かは、大サイクロン準備計画に介せられるだろう。ありがとうございます。